俺の名前はジャクソン。こう見えて22歳。なんなんだこのチビは。こんな強いやつ見たことねえ。健常者の父と小人症の母を持ち、生まれた時から小人症を抱えている。身長134センチで成長が止まって、小学生の頃から常にみんなとの体格差に悩まされ、今日からお前も中学生か。入学おめでとう。どこに行っても好奇の目にさらされる少年時代を送っていた。そんな俺の唯一の楽しみはバスケだった。努力は必ず報われる。俺が成功したのはその分たくさん失敗してきたからさ。バスケの神様マイケル・ジョーダンのように強くなりたいとずっと憧れていたのだ。でもバスケで最も重要とされるのは身長だ。僕も入部したいんだけど。ははは、無理無理。たくちょうだきついぜ。小人症の俺がバスケをしたいというだけで周りからは笑われた。みんなと違う自分の容姿が恥ずかしくてたまらない。おかえり。あら、どうしたの。バスケがしたいだけなのにみんなが僕を笑うんだ。でもそんな俺を支えてくれたのは同じ小人症の母だった。母は小人症を理由にいろんなことを諦めてきたという。私も自転車に乗ってみたい。ダメよ、あなたにできるわけないでしょ。祖母は頭が固い昔の人で、母が目立つことを嫌ったからだ。若い頃やりたいことに挑戦しなかったことを母は今でも後悔しているそうで。身長を言い訳にして夢を諦めちゃダメ。うん、俺に同じ思いをさせまいとバスケをしたいという夢も本気で応援してくれた。人目を気にするのをやめた俺はストリートでバスケを始め、何かに挑戦するのは怖いことじゃない。本当に怖いのは何にも挑戦しないことだ。くそ！プライドを捨てて強い奴らに片っ端から挑んでいった。小人症をハンデと捉えず、俺にしかない強みとして受け入れ、体が小さいからこそできるプレーが絶対にあるはずだ。身長ではかなわない現実を認めて、素早い足の動きとボールさばきを徹底的に練習した。すると俺は身長2メートル超えの相手をワンオンワンで任せるほどにまで上達し、早い！おい、マジかよ。最初は俺のことを笑っていた選手たちも俺の実力を認め始めた。自信がついた俺はさらに練習に励み、すげえ、あれが噂のミニマイケルか。まだ中学生だった俺は小さなマイケル・ジョーダンと呼ばれ、ニューヨーク中に名を知られるまでになったのだ。こうしてバスケの実力をつけて高校に進学した俺は満を持してバスケ部に入部した。俺には圧倒的な技術がある。必ずチームで活躍できます。圧倒的な技術か。しかし現実はそう甘くはなかった。今までストリート専門だった俺は初めてチームの中でプレーすることになったのだが、悪いが君を試合に出すことはできないよ。そんな、どんなに頑張っても絶対にレギュラーに選ばれないのだ。ワンオンワンではチームの誰にも負けないのに、それでも実力を認めてもらえない。俺が小人症だから監督は試合に出してくれないんだ。高校ではベンチから試合を眺めるだけの辛い毎日が続いた。でもそんなある日、俺はあることに気がついた。あ、俺またうまくいかないのを小人症のせいにしてる。試合に出られないのはこの身長のせいだと自分で勝手に決めつけていたのだ。思い込みを捨て仲間の試合をベンチからしっかり観察すると、俺はチームプレーができてなかった。独りよがりのバスケをしてたんだ。自分に足りなかったのは身長ではなくチームワークだったと気がついた。小人症というハンデを抱えながらここまで強くなったことに俺はうぬぼれていたのかもしれない。何やってんだ俺。小さなマイケル・ジョーダンなんてもてはやされて自信過剰になっていた。でもこの挫折と悔しさが俺を一回り大きく成長させ、ようやく気づいたようだな。万年補欠だった俺は試合で活躍し始め、あの有名なベニスボールのメンバーに招待された。すると小さな体ですばしっこく動き回るプレーが世界中から注目を浴び、うちのチームに入らないか。俺がですか。今度はなんとあのハーレムグローブトロッターズからスカウトを受けたのだ。ハーレムグローブトロッターズとは世界的にも有名なバスケのエキシビションチームで、黒人として初めて NBA でプレーしたアール・ロイドや1試合100得点を記録した伝説の男ウィルト・チェンバレンも所属していた団体だ。人種差別で試合に出られなかった黒人選手らを初めて NBA に送り込んだチームでもあり、有名になる準備はできてるか。はい。そんなすごいチームからの誘いに俺は2つ返事で入団を決めた。こうして俺はバスケの選手になるという幼い頃からの夢をようやく叶え、なんと敵の股の間を高速ドリブルでくぐり抜けました。いざ。自分にしかできないプレーで会場を沸かせ、スター選手への座へと上り詰めた。昔はこの外見のせいで人からジロジロ見られることに悩んだが、あなた。ああ、俺はその冷たい視線を自分を照らすスポットライトに変えることができたのだ。他人からどう思われるか心配してる暇なんて俺にはない。
同じように小人症に悩む人々にメッセージを。大事なのは体の大きさじゃない、ハートの大きさだよ。これからも俺は小さな体で大きなことを成し遂げていくつもりだ。